どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご質問は20代女性の方です。好きな人がこれまでできたことがありません、どうしたらいいですか、ということですね。どう思いますか？焦んなくていいとしか。だってもうそんな好きな人作ろうって思ってポンってできるわけじゃないじゃない、うん、もう気持ちの問題じゃない。だから別にそんなに作ろうって思ってるうちは逆にできないのかもしれないし、ただあのいろんな人のいいところとか、そういうのを見つけられるようにしてるといいかもね。ほうほうほう。あのそれぞれの悪いところじゃなくて、この人のいいところってどこなんだろうっていうふうに見ていくと、あのたとえそれが好きな人につながらなかったとしても、やっぱりその人その人のいいところを見つけられるって仕事をやっていく上でも、あのこれからいろんな人付き合いがある中でもすごい生きていくことだから、だからまずはそのみんなのいいところを見つけるっていうところからやってみて、で好きな人っていうのはふとした瞬間にできたりもするものだし、そればっかりは焦んなくていいと思うし、焦って逆になんか無理に恋愛してみようってやってみたところでさ、なんか辛いこととかもあるだろうし、その自分を大事にできないこととかもあるかもしれないから、無理に恋愛はしようとしなくていいかなって思います。いいとこを見つけていくうちに、それが生きて仕事にもそうだし恋愛につながって、でふとした時にそういう人が現れるかもしれないと、やっぱりその人のいいところを見つけられる人って魅力的でもあるから、その魅力的になったその人に対して恋を寄せてくれるっていうこともあるだろうから、それが長所になって、なるほど。そうだから、それはね、いい循環しか生まれないと思うので、とにかくあの好きな人を作ろうじゃなくて、人のいいところを見つけてみようっていうスタンスでいれば、きっと好循環になっていくかなって思います。なるほど、はい。まあね、20代でこれまで好きなことがいなくてちょっとずつ焦りが出てたかもしれないんで、そういったところでね、良くなっていただけたら。そうですね、まあ気長に。そう、そればっかりは、気持ちの問題だから、はい、参考になってもらえたら嬉しいです、はい。こういった形で相談したい方がいらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。